皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢宏之です。タムロンマグご覧いただきましたでしょうか。一応概要欄にも貼っておきますので、ぜひ見に行ってみてください。今回このソニーの α7 III っていうカメラをですね、グーパスさんからお借りしまして、でこのタムロンさんの 28-75 の F2.8 っていうレンズをレビューさせていただきました。私いつもなんかがっつり星空のレビューみたいなの多いんですよね。タムロンさんのブログでも、あの1728の 2.8 でしたっけ、自分のチャンネルでもレビューさせていただいてたんですけども、今回ですね、星空だけにとどまらずに、レビューをさせていただきました。あまり慣れない記事だったんで、ちょっとどう受け入れられるかなって若干不安だったんですけど、まあ、この2875ってね、めちゃめちゃ便利な領域なんですよね。私も普段使いだとやっぱこのぐらいのレンズで持ち歩きたいなと思うので、これ1本でいろいろ済みますよと。でこれで星撮れたらいいのになってやっぱ思うじゃないですか。だから星も撮れますよっていうことで、まあ、ちょっと 28mm なんで画角は狭めなんですけどね、まあ、そんな感じのレビューを書かせていただきました。で前置きはそこまでにしてですね、その記事の中でタムロンレンズユーティリティっていうタムロンさんの、なんだろう、アプリについて若干触れてるんですが、これね結構いいなと思ったんですよ。だからこの動画では、まあ、そのこの2875の 2.8 の性能に出てたそのタムロンマグの方を見ていただいて、この動画ではその記事の中で紹介しきれなかったタムロンレンズユーティリティについて、ちょっとタムロンレンズユーティリティについてご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。タムロンレンズユーティリティが使用できるレンズは今のところ2つだけですね。この28-75 の F2.8 と30-150 の F2 だっけ、はい、その2本だけみたいです。目印はここにね、 USB 端子がついてますよと、はい、USB-C 端子がついてるのが目印ですね。でこのタムロンレンズユーティリティを使うと何ができるかというと、ここにボタンがあるじゃないですか、これこのボタン、はい、このボタンをポチッと押すと何かが起こるというね、そういう機能なんですよ。じゃあ実際どういうことができるのか見てみましょう。今タムロンさんのサイトをこっちに出したいなと思うんですけど、タムロンレンズユーティリティっていう、まあこれ専門のサイトがあって、これ知らないことまだまだ多いんじゃないかなと思うんですよね。要はこの USB ケーブルでパソコンとつなげることによってレンズをカスタマイズできますよというものなんですね。で Mac も Windows も両方対応してるんですが、機能としてはこういう感じですね。 AB フォーカス、 A 点から B 点へ、スムーズなフォーカス移動を簡単にできると。で要でこのフォーカス設定ですね、マニュアルフォーカスの動き方を変更できるリング、あ、リニアとノンリニアが選択できるのね。でしかもこう回転量も設定できて、マニュアルフォーカス時のフォーカスリングの回転方向を変更することもできると。あのよくね、ニコンはこっちだけどキャノンはこっちみたいな、なんかそういうのあるもんね。多分そういうことなんでしょうね。で、その他の機能、あとはフォーカスブリッテッド、記録したピント位置へクリック一つでフォーカス移動、これねすごくいい機能だったんで私は今日これを紹介したいなと思うんですけど、あと MF 切り替えを設定可能、あとまあその他にもいろいろ、フォーカス絞り、ここに絞りリングの機能割り当てとか、フォーカスセットボタンを使ってフォーカスリングを絞りリングに切り替えて使用することができる。でまあ私がね今回星空撮影ですごく重宝したのはこのフォーカスプリセットですね、はい、記録したピント位置へクリック一つでフォーカス移動、つまりは無限遠のピントの位置を昼間のうちに覚えさせたんですよ。パソコンでこうつないでこのフォーカスプリセットの機能をこう入れた上でピント位置を合わせ、無限遠のピント位置を合わせてここを長押し1秒ぐらい押すんですよね。そうすると一瞬で無限遠の位置をこう呼び出せるようにっていう設定ができたんですよ。
で、まあ、どうやって使うかっていうのを今からお見せしたいと思います。でまず、このタムロンレンズユーティリティのインストールされているパソコンと、このレンズをですね USB-C ケーブルでつなぎます。直接つなぐのがミソみたい。あ、ちなみにメーカーさんのホームページでは、USB のタイプ A とタイプ C で行ってくださいって書いてあるんですよ。ただ私試した感じタイプ C 同士でも行けました。まあ、この MacBook Pro、 私が使ってる MacBook Pro がタイプ C の端子しか付いてないので、あのカードリーダーとか経由しないでくださいって書いてあるんですよ。でその、ね、厳しいじゃんと思ったんですけど、一応タイプ C 同士でも決めれました。まあ、こういう風にですね、パソコンとタムロンのレンズを接続します。はい、タムロンレンズユーティリティを起動します。まあ、スタート画面っていうのが出てきましたけど、で、まあ、レンズが未接続ですって今左上に出てるんですけど、このまま開始をすれば OK です。こうカメラに接続してない状態でレンズ単品で接続して一応接続できるみたいなんですけど、自分の時はこの状態でレンズだけで接続してやるとうまく接続できなくて、カメラボディの方で電源をオンにしたまま接続するとつながりました。はい、その点はちょっとあの多分パソコンと使用環境によって若干変わるのかな。レンズだけでいける場合もあればボディにつなげないといけない場合もあるよっていうのは覚えておいてください。でレンズカスタマイズを行う、まあこうファームウェアのアップデートもここでできるんですけど、まあ、カメラで確認しながらレンズをカスタマイズするってこう実際こう見ながらねやるっていうのもできます。で、まあ、私の場合はですね、このレンズカスタマイズを行う場合っていうのを開始ってやると、はい、レンズが認識しました。フォーカスボタン設定だね。でこの画面でこのフォーカスセットボタンとこのフォーカスリング、この2種類を、カスタマイズできますよっていうことなんですね。で私はこのフォーカスボタン設定で設定っていうのをやって、機能選択から、まあ、これいろいろできるんですけど、このフォーカスプリセットっていうのを選びました。要はこれにすると記憶させた無限のピント位置に一瞬で呼び戻せるっていうことになるんですね。このフォーカスプリセットを選びました。でフォーカス速度とかも選べるんですね。まあここはね私は今回はそんなに意識しなかったです。はい、このまま設定完了します。で設定が完了したら取り外しっていう風にします。はい、よろしいですか。はい、このソフトウェア側で行うことはこれで以上になります。あとはですね、昼間のうちに無限遠にピントを合わせておいて、遠くの景色にね無限遠にピントを合わせておいて、ピントがあったらここを1秒間ホールドします。1秒間押し続ける。そうすると次の撮影からはこうオートフォーカスだろうがマニュアルフォーカスだろうがここを押すと無理やり無限遠にピントが合うようになるんですよ。でこれねいいなと思ったのが、オートフォーカスの設定をしていてもここを押すと無限になってマニュアルに切り替わるんですよ。素晴らしい。だから私このレンズで撮影、星空の撮影した時は、まあ、昼間の設定、動画とか写真とか普通に撮ってるわけですよ。まあ、撮ってるんですよね。で夜になったらここピッて押したら無限に自動的にあって、でそのままシャッターを切り続けてました。特にそのオートフォーカスの切り替えとかマニュアルフォーカスの切り替えとかなく、ここ押しただけです。それで無限があって写真を撮ることができましたっていうめっちゃ便利な機能があったんですよ。いやこれねタムロンさんね他のレンズ全部に入れてほしいです。ただまあ無限遠といっても記憶させてこっちで手動で記憶させているものなので、例えば湿度が変化したりとか温度が急激に変化したりするとやっぱり中のピント位置ってちょっとずれるんですよ。まあそういった可能性はありますが、そういったケースは非常に稀なので、大体の場面でその無限遠を一発で呼び出せるっていうことができると思います。やっぱりね星のピント合わせってね現地でやるのってやっぱ難しいっていう方が多くて、なかなかできないっていう悩みを持ってる方にはすごくいい機能じゃないかなと思います。昼間のうちに合わせておいて夜になったら押したらもう無限遠にピントが合うわけですから、スムーズに撮影に入ることができますよね。非
非常に便利な機能と思いました。まあ私がホジロの撮影で一番活用したのはその機能だったんですけども、その他にもいろいろな機能がありますので、あちょっと俺この撮影これで使えるかもみたいな思い当たる節のある方はぜひお試しいただければなと思います。それでは今日は以上になります。ちょっとシンプルめな動画ですが、たまにはこんなものもいいでしょう。じゃあタムロンマグもぜひ見てくださいね。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。